戦火の馬は1982年に出版されたマイケル・モーパーゴによる自動小説。初版はイギリスの k w ア r ド・から出版された。アルバートが幼少の頃に手に入れて手塩にかけて育てた馬の上位が第一次世界大戦で群馬としてフランスに送られ、アルバートと上位が無事に帰宅するまでを物語っている。この小説は2007年に演劇。 ウオーホース戦火の馬、2011年に映画戦火の馬の元となった。マイケル・モーパーゴ本作は、モーパーゴが住んでいたイングランドデボンのイズリーという村の第一次世界大戦の退役軍人たちの話が元になっている。デボンのヨーマンとして馬と共に働き、イズリー村のパブで酔っ払っていた第一次世界大戦退役軍人のウィルフレッドエリスと出会い、モーパーゴは、 大戦により、世界中が困難に陥っている様子を、馬の視点で描こうとしたが、うまくいくかどうか自信がなかった。モーパー後は、第一次世界大戦で、騎兵隊に属していた、他の村民のバジェット隊員、軍が村に、軍需用の馬を買いに来たことを覚えていたアルバート、ウィークスに出会った。騎兵隊と共に戦ったバジェット隊員は、モーパー後に、 いかにすべての希望と恐怖を彼の馬に託したかを語った。エリスとバジェット隊員は彼に対戦における悲惨な状況と人間と動物の生命の喪失を話した。モーパーゴはこれらを研究した結果、イギリス側だけで100万頭の馬が死んだことが分かった。彼は全軍合計で1000万頭の馬が死んだと推定する。イギリスから海外へ送られた100万頭の馬のうち、 帰ってきたのはわずか6万2000頭で、残りの馬たちは戦死したかフランスで食肉処理された。大戦はイギリスの男性人口に多大な影響を及ぼした。88万6000人の男性が死に、これは戦争に行ったうちの8人に1人、国全体の人口の2%に当たる。モーパー5はこの3名のおかげで本を書き上げることができた。モーパー5は妻と共に、 市内の子供たちが地元の農家に一週間泊まり農作業を体験するチャリティ団体であるファームズ・フォー・シティ・チルドレンを立ち上げた。2010年12月 BBC ラジオ4のサタデー・ライブでのファイ・グローバルによるインタビューでモーパーゴンはこの本について述べた。バーミンガムから来たビリーという少年がこの農場に来た時、教師たちは彼が喫音症であり、 もし話しかけると彼は答えなくてはいけないと怯えさせてしまうので直接話しかけないようにと告げた。最後の夜、彼らが泊まっている農場のビクトリア町の大邸宅の後ろにある庭に行くとスリッパを履いたビリーがランタンに照らされながら馬小屋の扉の前に立ち話していたのだ。馬に向かい何度も何度も話していたのだ。馬のヘイビーは扉の上に頭を持たげ、 話を聞いていた。この馬はここにいなくてはいけないと思っていたに違いない。なぜなら少年が話をしたくて、そして馬はそれを聞いていたかったのだ。私は野菜畑を通って教師たちを連れてきて影に隠れ、ビリーが話すのを聞いていた。話すことができなかった子供が、すらすらと話していることに皆驚いた。何の恐れもなく馬と少年の間に、 親密さと信頼が生まれていることに私は非常に感動し、これで馬の視点から第一次世界大戦の物語を書く自信がついた。そう、馬に話を語らせよう。兵士を通して戦争の話をしよう。まずはイギリス兵で、次はドイツ兵、そして冬の間に馬と過ごすフランス人家族。これで第一次世界大戦で、 世界中が困難に陥ったことを描ける。それで私は6ヶ月かけて馬の気持ちで描いたのだ。ビリーは実際の名前ではない。モーパー後は後にあの日の農場で私は少年が話すのをずっと聞いていてもちろん馬が全てを理解するわけではないが私は馬がその子供のためにそこに泊まっていることが重要であることを理解していたのだと確信したと語った。 退役軍人たちや馬の兵ビーと共にいるビリーと出会った後、モーパー後の妻クレアが残した、油彩画からも本への影響を受けた。その絵は恐ろしくきっかけであり、とても飾っておきたいとは思えないような作品だった。第一次世界大戦中、馬が有志鉄線に引っかかっている絵だった。私は、それが忘れられなくなった。1917年と記されたカイダブリュリードの、その絵は、 イギリス騎兵隊がドイツ軍に突撃し、馬が有志鉄線に引っかかっている様子が描かれている。物語の始め、モーパー後はアーザーの語りとしてフィクションの絵を登場させている。白い十字が額にある赤毛の馬の絵と伝説の熊の絵が描かれており、上位へ。1914年秋、ジェームス・ニコルズ大尉が描くと書いてある。ある日、 テッド・ナラコットという名の男が若い馬を飼う。テッドの息子のアルバートは彼を上位と名付け、彼を大好きになり、テッドが酔っている時に彼を守り、上位の世話をする。ナラコットたちといる間、上位は、上位という名の馬にも出会う。上位は、上位の名前の元になったところもある馬であり、彼は、上位の癒しの源となる。すぐに、テッドはアルバートが止める前に金と引き換えに、 上位を軍隊へ売ってしまう。アルバートは軍隊に加わろうとしたが、彼はそれには若すぎる。アルバートは上位のために年齢が十分になったら軍に入るという約束をする。上位はパーキンス伍長によって軍隊のために訓練され、ジェームズ・ニコラス隊員が彼の乗り手となり、不評部隊を率いる。ジェームズ・スチュワートに乗られていた馬のトップ・ソーンと上位はすぐ友達になる。 しかしながら、ドイツ軍に対する突撃の間、ニコラスは殺される。スチュワートは、上位の乗り手により重いが、とても優しい神経質な男である、ウォレン騎兵を割り当てる。他の突撃中、敵の前線まで、トップソーンと上位がウォーレンとスチュワートを運んでいると、多くのうちの2匹だけ、ドイツ人によって捕まえられてしまう。彼らは、上位とトップソーンを病院まで、 救急の馬車を引くのに使い、そこでは2匹の馬は、多くの命を救い、有名になり尊敬される。ドイツ人たちは、前線近くの農園で暮らすエミリーと彼女の祖父に、上位とトップソーンを世話することを許す。エミリーはアルバートが上位を愛したように、上位とトップソーンが大好きになり、彼らのあらゆる傷を癒し、毎晩餌を与える。その後、戦闘があったので、 ドイツ軍は彼らの病院をどこかへ移した。そして、エミリーと彼女の祖父は、上位とトップソーンを飼い続けることを許され、農場のために使う。トップソーンは耕すために育てられていなかったが、ナラコットの農場で、経験のある上位から素早く学んだ。しかしながら、ドイツ軍砲兵が彼らの農場のすぐ近くを通り、彼らは、上位とトップソーンを大砲引きをさせるために持ち去る。 二頭の馬は、フリードリヒに出会い、彼は彼らと友達になり、できる限りの世話をしようとする。彼は、トップソーンのことが大好きになり、軍人になりたくないという話をしたりする。上位とトップソーンは、大砲引きのわずかな生き残りのうちの二頭である。ある日、上位と水を飲んだ後、トップソーンは心不全により亡くなる。ドイツ軍に続いて、連合軍が砲撃を開始し、 フリードリヒは殺された。連合軍の戦車を初めて見た後、上位は恐怖の中で走り、有志鉄線で傷ついたが、なんとか逃げる。連合軍たちと中央同盟軍たちは、無人干渉地帯で傷ついた上位を見て、コインを弾き、連合軍が所有権を勝ち取る。しかし、彼らが離れる前の友好的で平和な数分間は、両者の間に絆を見、 もし戦争がなかったら何ができたのかと思いを巡らせる。連合軍の獣医による手当ての間、上位はアルバートに世話をしてもらうこととなる。アルバートは病院で働き、デイビッドという名の友人がいる。アルバートは外見やアルバートの口笛に対する反応で上位が自分の昔の馬であることに気づく。アルバートはかつてのように再び上位の世話を始める。 戦争の終わり頃、デイビッドと獣医病院の2頭の馬が迷い団によって殺され、デイビッドは父のようにアルバートの面倒を見ていたので、アルバートは憂鬱になってしまう。終戦の時、サンダー軍曹と残りの軍人たちの抗議にもかかわらず、マーティン少佐はすべての馬を競りに出すつもりだと発表する。競りの間、サンダー軍曹が肉屋に負けそうになった時、 年老いた男が肉屋よりもより高い値をつけ、その男というのは上位を探していたエミリーの祖父だと明らかになる。エミリーの祖父はアルバートに上位とトップソーンがどのように農場に来たのかということやエミリーが上位とトップソーンが農場から連れて行かれた後、生きる意志を失い立った15歳で亡くなったことを話す。エミリーの祖父は彼女が 誰も読まない墓石の名前だけになることのないよう、彼女について人々に話す代わりに、上位を安い値でアルバートに売る。アルバートと上位はイギリスに戻る。そこで彼らは平和に暮らし、上位はアルバートの彼女の名人に会う。1982年、ウィットブレット商事店となった。ニックスタ・フォードにより舞台化された。舞台、ウオーホース戦火の馬は、 ロンドンのロイヤルナショナルシアターのオリビエシアターで、上演された。2007年10月17日に開幕し、ハンドスプリングパペットカンパニーによる、等身大の馬のパペットを使用した。この作品は批評家の賞賛を受け、ローレンス・オリビエ賞、イブニング・スタンダード・シアター・アワード、ロンドン・クリティックス・サークル・シアター・アワードで、デザイン賞を受賞した。2010年2月、 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークのブロードウェイで上演されることが発表された。モーパー後はサイモン・チャニング・ウィリアムズと共に5年にわたり作品の映画脚本家に取り組んだが結局とんざした。2010年5月、リチャード・カーティス及びリー・ホールの脚本によりスティーブン・スピルバーグが監督する映画化が発表され、ジェレミー・アーバインが主演することとなった。 同年6月17日、すべての出演者が発表され、翌年2011年12月25日に公開された。2008年11月8日、BBC ラジオ2でラジオ版が放送された。ティモシー・スポールが主役のアルバート役、ブレンダ・ブレッシンが母親役、ボブ・ホスキンスがサンダー・グンソー役の声を担当した。2011年11月11日、 BBC ラジオ4エクストラでリメンブランスシリーズの特別番組として再放送された。舞台化作品はニック・スタフォードの脚色により2007年10月にロンドン・サウスバンクのロイヤル・ナショナル・オリビエ・シアターで上演された。ウェスト・エンド版とブロードウェイ版はマリアンヌ・エリオット・トム・モリスト・ビー・セジウィックにより演出されている。小説及び舞台版を原作とし、 スティーブン・スピルバーグが監督を務めた映画戦火の馬が2011年に公開された。2011年2月11日から10月30日、ロンドンのインペリアル・ウォー・ミュージアムでワンス・アポン英語タイムクラシック・ウォー・ストーリーズ・フォー・チルドレンが開催され、戦争に関する児童文学5冊のうちの1冊に選ばれた。このイベントは物語の歴史的背景や モーパー後の直筆原稿などが展示された。1982年初版のこの本は当初それほど多くの翻訳版が出なかった。スピルバーグによる映画化により2011年終盤の公開に合わせて翻訳権の希望が多数寄せられた。ニコルズ隊員により描かれた上位の絵で架空の村の役場に飾られているとされる序文で言及される絵はモーパー後による創作である。 しかし、舞台化の成功により、多くの観光客がモーパー語が住むイズリーを訪れるようになり、村役場の絵を見たいと尋ねるようになった。2011年、モーパー語は、あるアーティストに、村役場に飾るための油彩画を依頼した。このアーティストは、スピルバーグの映画で、馬の毛のメイク担当チーフであるアリバニスターで、映画の上位のスケッチも担当した。2011年10月、 ロンドンのナショナルアーミーミュージアムで、ボーホース、ファクトフィクションが開催され、戦時中に実際に、馬がどのように使われたか、人間がどのように関わったか、また、小説、舞台、映画についての展示が行われた。ありがとうございます。